今日は集まっていただきました。今まで開いた中で、一番かなと思って、胸がワクワクドキドキしております。今金利賞の説明もございました。金民賞の問題、あるいは災害被爆者援護法、銀立法を作るというのは私の経験から言いましてもなかなか大変なんです。これは与野党に根回しをしなければいけません。その前に党の中で御役と言われる方々の許可をもらわないと銀立法すら出すことも実はできないわけです。まあ、そういうことを当選1回にしてこれだけのことをやってくださる富岡先生。高齢者医療制度、まず最初に自由民主党の中で小林さん問題だよ、山崎会長問題だよ、直さなきゃいけないところがありますよと言ってくれたのは富岡勉先生であります。医療の現場で現実を見てらっしゃるから分かる。なので、国会の運動を取らさせていただきます。富岡先生、答え！富岡勉先生を励ます会、国政報告会に今日は長崎に来ました。長崎の皆様方の勉先生に対する熱い思い入れ、そしてドクターとして長崎大学の外科医として現場の医療から政治を志した先生の熱い思いも私は改めて感じることができました。私から言葉をプレゼントしました。長崎を医療の出島として再生する、そんな仕事をしてくれる先生だと思います。